山本構造、山本構造、山本構造、1948年8月8日台は、日本の政治家、大倉官僚、自由民主党所属の衆議院、議員、発起、自由民主党金融調査会長、経済産業副大臣、第一次、安倍内閣、内閣府特命担当大臣、地方創生、規制改革、衆議院法務委員長、 消費者問題に関する特別委員長、地方創生に関する特別委員長等を歴任した。福岡県文字市、元北九州市文字区生まれ、福岡県立京都高等学校卒業後、東京大学理科一類に入学。しかし、三年時の専門課程に進学する際は、理系から文系に転じ、東京大学経済学部卒業。東大卒業後、 大倉省に入省した。大倉省在職中の1973年、コーネル大学経営大学院に留学し、MBA を取得した。帰国後、岩国税務所長、アメリカ合衆国ハーバード大学国際問題、研究所客員研究員を経て、1987年6月から、宮沢貴一、大倉大臣の秘書官を務めた。1991年4月より、 九州国際大学講師。1990年、第39回衆議院議員総選挙に、旧福岡四区、定数4から、自由民主党公認で出馬したが、時点、得票数5位で落選した。1993年の、第40回衆議院議員総選挙には、決闘したばかりの新政党公認再び旧福岡四区から、出馬し、同区トップ当選。 1994年、新進党決闘に参加し、1996年の第41回衆議院議員総選挙には、小選挙区比例代表並立制導入に伴い、福岡11区から出馬、社会民主党の中西関助、自民党の武田良太らを破り、再選、中西は比例復活、新進党を離党した。 2000年の第42回衆議院議員総選挙には保守系、無所属で福岡11区から出馬し、再び社民党の中西、自民党の武田を破り参戦。中西は再度比例復活。その後、自民党に復党する。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、過去2度の選挙を非自民で戦った山本が自民党公認。 逆に自民党公認で戦った武田が無所属で福岡11区から出馬し約1万6千秒差で山本が敗れた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では2004年8月に自民党に復党していた武田が郵政民営化法案に反対したため自民党の公認を得られず福岡11区から無所属で出馬。山本が 自民党の公認を得て出馬したが、無所属の武田は、連立与党である公明党からの強力な支援を受けており、福岡11区では落選。長福立候補していた比例九州ブロックで復活し、2年ぶりに国政復帰。2006年9月、安倍内閣で経済産業副大臣に任命された。二千九年の第十五回衆議院議員総選挙では、山本、 武田が共に福岡11区からの立候補に意欲を示したため、選挙区の調整が難航し、7月18日に福岡11区で武田を擁立し、山本は比例九州ブロックに回る方針が決定。山本の支持者は、この決定に不満を募らせ、山本自身も次回以降の選挙に向け、小選挙区での出馬を模索する意向を示した。総選挙では、 全国的に与党に対する猛烈な逆風が吹き荒れたものの、武田は福岡11区、山本は比例90ブロックで、それぞれ当選。同年10月、自民党政務調査会副会長、財務金融担当に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、福岡11区では、前回に引き続いて武田が公認され、 山本は前回選挙で落選した西川京子の選挙区である福岡10区で公認を受ける。これに対し西川は無所属での出馬を強行する構えだったが公示日の直前に福岡10区での出馬を撤回し比例九州ブロックに倶返替えした。福岡10区から出馬した山本は民主党前職の白井高市を破り、六戦2014年の 第47回衆議院議員総選挙でも、福岡10区で7選。2016年8月、第三次安倍第二次改造内閣で、内閣府特命担当大臣、地方創生、規制改革に任命され、初入閣した。2017年8月、内閣府特命担当大臣を退任。同年10月、第48回衆議院議員総選挙でも、福岡10区で8選。 選挙後の当人時では、行政改革推進本部長代理に就任した。2018年10月、党金融調査会長に就任。リフレーションの推進論者。金融緩和によるデフレ脱却の必要性を主張しており、自他ともに認めるアベノミクスの仕掛け人である。長年、国会答弁において、日本銀行の金融引き締め政策を批判しており、 自民党の野党時代は、金融政策に関する勉強会を主催して、安倍晋三に金融緩和の必要性を説いていた。東日本大震災の復興財源を賄うため、国債20兆円を日銀が直接引き受けるよう主張している。2014年4月に消費税率の引上げを安倍晋三首相に進言し、早期の決断を求めた。消費増税に合わせて実施する。 経済対策のための補正予算の規模については、4から5兆円、低所得者向けの給付金支給や公共事業、税制面での対応を提唱した。しかし、その後は、経済指標の悪化を上げ、政策の転換を主張。2014年10月2日、1年半の消費増税の先送りを提唱した。岐阜は、大倉大臣や厚生大臣を歴任した。 元衆議院議員の村山達夫。おじは参議院議員。文字市長を務めた柳田桃太郎。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。